はい、皆さんどうも、こんにちは。ブドウです。ファイアーエンブレム添えの奇跡続きをやっていきたいと思います。第16章、ベグニオンの、ああ、出た。誰だ、お前たち。姉さん。ちょっと待って。この BGM 確か、スマブラで採用されてなかったっけ？おーおお。これ皆の者、見るがよいぞ。あれぞまさしく幻のセリの相続。朝日を受け、輝く黄金の髪の美しさはどうした？あ、どうだ。柔らかな光沢を放つ白銀の羽は、まごうことなき王族の証。素晴らしい。全くもって素晴らしい芸術品と言えようぞ。これが私のものになったと思えば、キルバス王に支払った大金も惜しくないというもの。ネサラが私をお前に売った。ほほほほ。怒った顔はまた別格。何おとなしくしておれば豪華な生活をさせてや。あ、ぶ、な、こ、この、花が、私の花、美しい花が、オリバー様、こいつね。やめよ、傷つけてはならん。そのものは怯えておるの、おるだけじゃ。時間をかければ、わしがどんなに優しく慈悲深い主人であるかわかるはずじゃ。ふざけるな。おお、怖い怖い。ここはひとまず退散じゃ。よいか、お前たち。くれぐれもこの者に手を挙げてはならんぞ。食事や環境に気を使い、この美貌を少しでも損なうことのないようにせよ。詐欺は繊細な生き物だからな。さすれば叱るべき時に、そうじゃな。いつにするかな。常日頃からわしを見下しておった元老院の他の奴ら目に見せつけてやるのだ。とっておきの舞台でなければな。今では幻と言われるセリノス王族を従えたわしの姿、ガドウス公の悔しがる顔が見物じゃ。ほほ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 ほ。くそ、ネサラメ。よくも私をこんな目に。騙されちゃったな。リュシオンどうやって助け出すのかな。出た。連れてきたぞ。よくやってくれたアイクよ。報酬は十分取らせようぞ。いつもの取り巻きはどうしたんだ。紳士親衛隊の二人しか見えないが。ちと思うところがあってな、人払いをしておる。それで、その者が例の盗賊団の首謀者かえ？なんと、まだ子供ではないか。その言葉そのままお前に返す。その方、何ぞ申し開きをすることはあるか？おいらたちは盗賊団なんかじゃない。汚い貴族どもに捕まっているラグズを解放しているだけだ。それは面妖な話よの。ベグニオン歴624年、先代紳士にして我が祖母たる、ミサハがラグズ奴隷解放を取り決めた。法令上、このベグニオンには現在ただの一人たりと奴隷がおるはずはない。嘘だ。多くの貴族の家では、労働用だ、鑑賞用だって、ラグズが飼われている。ついさっきもそうだったよ。元老院はそれを黙認しているんだ。こら、落ち着いたなせって言っただろう、お前。その言葉そのままアイクに返す。だってよ。アイク、その方、何故このように無礼たるものをわしに対面させようと思ったのじゃ。何を企んでおる。企んでいるのはあんたの方だろう。ほう、それはどういう意味かの。前回は奴隷商人の存在を確かめさせ、今回は奴隷解放の一団と接触させた。おかしいとは思ってたんだ。使い切れないほどの進化を持つ紳士殿が、なぜ俺たちに仕事を依頼するのかってな。わかったのか？内部不礼を摘発することが目的だろう。元老院の大勢が、この奴隷問題に関わっていることを公にしたくないんだ。アイク鋭いな。野育ちの粗暴な猿かと思ったが、存外頭の回転悪くないらしい。俺一人の考えじゃないさ。頼りになる仲間がいるからな。どういうことになってんだ？おいらにも説明しろよ。紳士は全部わかってるってことだ。その上でこの問題を何とかしてくれるつもりらしい。本当か？成功するかどうかはそなたたちの働き次第じゃ。
じゃあ次の仕事内容を聞かせてもらおうか。タナスコ・オリバーに不審な動きありとの密告があった。おお、早いな。セリノスの森近くにあるタナスコの別邸へ向かい、部下の証拠を押さえてまいれ。この件が成功すればクリミア王女の件、私が全力をもって支持することを約束しよう。切符を持って戻る。待っていてくれ。なんだかんだ言って、サナキは分かってたな。よし。獲得ゴールド480。撃ったからか。うん。あ、B ボタン押しちゃった。まあいいや。ちょっと待って、あれ、剣 B なんだ。うそ。ラグズランサ使わなかったな。で、鉄の槍、買った方がいいかな。でも力不足だし、リブローは美味しい。リブローはもらっていくぜ。ミスに杖を買っちゃろう、杖。聖水が売ってる。でも高いな。うん。杖と、ヨファーも弓くらい買っちゃろうか。鉄の弓。エルサンダー。高いな。鉄の弓。うん。鋼の弓って。あれ？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 あ、弓結構あるな。重量9。あ、鋼の弓でいいんじゃない？もう。ヨファーは。うん。石像のかけら、傷です。キルロイ、ジル。ワユ。ワユ、鉄の剣がちょっとなくなるな。鉄の槍、ナイフはいいけど、アーマーキラー、トパック、おー、どうなのかな、トパックって。でもまあ育てていこう、とりあえずは。魔導士が少ないからな。速さ9、魔力10、ファイヤー、エルファイヤー、サザ、ツヤーク、ムアリム。ムアリムはでも、モーディがいるからいいかな。23。ちょ、待って。いや、預けるか。だとどうなるんだ。16。速さ15もある。すごい。てか、化身したら30か。早いな。守備12。13。モーディをね、育てていきたいな。まあ、でもムアリムもいいけど。使うとしたら、でもどうしようかな。でもな、45、41。どっちが成長率高いんだろうな。どっちも好きなんですけどね、別に。まあ、後ででいいか、それは。どうしよう。武器が足りない。ワユ。あ、間違えた。全預けしちゃった。受け取ろう。傷薬、鉄の剣、アーマーキラー。鋼の剣、どうしよっかな。鋼の剣。オスカーは、でも鋼の槍はちょっとあれか。どうかな。13だから4。4下がる。いや、きついな。鉄の槍でいっか。
力がないからな。武器を買う。鉄の槍。マーシャはもう鋼でいいと思うんですよね。マーシャ。うん。あ、じゃあ、ちょっと、あー、でも鋼、鋼の槍ください。鋼の槍。鋼の槍がない。マジか。まあいいや。じゃあオスカーの鋼の槍を渡せばいいのかな。渡そう。交換。マーシャ。鋼の槍。で、オスカーやっぱり力がないからな。高速落ちしちゃうんだよな。ワユ。アイクはまあこれでいいだろう。ヨファーも鋼の弓ぐらい買ってやればよかったな。まあいっか。次鋼買っちゃろう。こんな感じか。うん、アトパックちょっと傷薬ぐらい。うん、そんないらないか。こんな感じかな。ミスト。うん。で、そうだな。ネフェに、あ、そうだろう。まあいいか、経験値はこんなもんか。支援。ティアマト。ティアマトとやっちゃおう。ティアマト、いいか。アイク、何か私に言おうかしら。忘れたのか、この間話してただろう。あんたと親父はいつから知り合ったんだって。あ、ああ、そういえばそうだったわね。いや、そうだな。なら無理強いはしないが。いや、というか、自分の過去を話すのが苦手なだけよ。でも、あの人のことを少しでもたくさんあなたに知ってほしいものね。わかったわ。ああ、頼む。私がまだクリミア騎士だった頃、クリミアとガリアの交換武官に志願し、そのガリアでの滞在中に出会ったわ。王宮で開かれた合同討議で、あの人の強さを目の当たりにしたの。襲い来る幾人もの強豪をまるで小さな子供をあしらうかのように倒していった。相手は一体どうして自分が倒されているのかもわからないほど鮮やかな剣技だった。一騎当選とはこのことを言うのかと体が震えたわ。私も剣を交えたのだけれど、到底叶うことはできなくて。けれどその後も時間の許す限り相手してもらったわ。それで親しくなって、あの人の家に招かれた時あなたがいたわけね。あなたがいたわね。俺が？ええ、微笑んだエルナに抱かれて眠っていたけど可愛かったわ。あの人もあなたを見る時の目はとても優しくて、剣を構えている時の彼とは別人だった。そうか。あ、それだけ。どうしミストと A にするべきかな。まあヨファーはミスト、ジル。そしたらヨファーは、やっぱヨファーはミストと A にするべきか。あの会話の続き気になるもんな。ヨファーの戦闘鏡の会話の続き。まあジルとしておこう。ジル、それまずい？そんなことないけど、どうして？よかった、それ私が作ったの。ミストか。うん、それはね、本当は病気の時に食べる滋養のつくスープなんだ。ジル、元気ないし食も細いから、これならいいかなって。
私はミスに気を使わせてるのね。どうしてそんなに良くしてくれるのかな。私はデインの。もうやめようよ、それ。え、デイン兵だから一緒にいるのが嫌で当然って言われても困るの。目の前にいるジルは全然嫌な子じゃないし、私仲良くなりたいよ。ミスト。モーディ。モーディってやってみるの面白いかもしれない。あ、だ、大変だ。大丈夫か？しっかりしろ。あ、あなたは確か。モーディだ。お前は確かイデース。話すのは初めてだな。そうですね。同じ仲間なのに。私、影が薄いから、よく忘れられていて、あ、あ、どうした？すみません、ちょっと足元がふらついてしまって。よくあることなので気にしないでください。むう。ビュークの中でもお前はとても細く見える。そんな細い体で戦えるのか？はい、なんとか。だがその様子では敵が当たっただけで倒れてしまうのではないか。その時は仕方ありません。そうなる覚悟はできてますから。え、そうなのか？うう、心配だ。わかった。モーディがお前のそばにいる。モーディが壁になって敵を塞ぐから、イレースは無理をするな。あ、ありがとうございます。優しいな、モーディ。ワユ。ワユ。違う、あれだよ。ネフェに。チャップ。チャップはいねえんだよ。もう。ムアリム。てんてんてん。ムアリム。坊ちゃん。どうでしたか？何か嫌な目に遭わされませんでしたか？全然平気だったぜ。紳士ってもっと感じの悪い女かと思ってたけどさ、ただのガキだった。俺らよりチビでやんの。坊ちゃん、そんな大きな声でなんてこと。なんだよ。ムアリム、大丈夫だ。この部屋にいるのは俺の仲間だけだ。紳士の手下はいない。よかった。ムアリム？紳士の悪口を言うのはここでは、不敬罪とか、なんとかで、下手をすると処刑されるそうだ。坊ちゃん、ここにいる間は言葉の使い方にくれぐれも気をつけてください。お願いですから。うん、わかった。ベオクのトパックより、ラグズのあんたの方がここの作法なんかに詳しそうだな。それは、オイラが物知らずなだけで。いいんですよ、坊ちゃん。アイク殿、私がベグニオン貴族の慣習に通じているのは、私自身が奴隷だったからです。私の家族は代々とある元老院議員の家の奴隷でした。小さい頃は自分が奴隷であることに疑問を抱くこともなく育ちました。どんなきつい労働も生まれた時からそれが当たり前のことだと思っていましたから。主人に気に入ってもらえるよう、行儀作法を必死で身につけました。奴隷である我々が少しでも長く生き残るためには、主人の機嫌を損ねないことが最も重要でしたから。もし少しでもしくじれば、よくてむち打ち、悪ければ。ムアリム、もうやめろ。すみません、アイク殿。奴隷だった私といると、あなたたちまで、蔑まれ、軽んじられる。私がここに来たのは、坊ちゃんのことをどうしてもあなたにお願いしたいと。なんでだよ。ラグズ奴隷に生まれたら、自由に生きることも許されない。そんなのおかしって。だからそれをオイラたちで変えようって約束したじゃないか。ラグズもベオクみたいに家を建てて、畑を作って、家族みんなが自由で平和に暮らせる。そんな世の中にしようって。それは私たち、ラグズ奴隷であった者たちの夢です。ベオクのあなたまでそれに付き合う必要はない。坊ちゃん。そんなに気にすることなのか？え？ベグニオンに来てずっとおかしいと思っていた。貴族の家に生まれたから貴族。奴隷の両親から生まれたから奴隷。人の価値が生まれた瞬間に決められているとでも言う気か？そんなわけのわからん決め事がまかり通るこの国が理解できん。クリミア王女に仕える方のお言葉とは思えませんね。
王女は王の血筋に生まれたから王女なんですよ。それすらも否定される気ですか。そうなんだよな。エリンシアは王女なんだ。ダンの雇い主に対して最低限敬意を払っていたつもりだが、姫と呼びながらそれがどういう意味を持つかなんて、ここに来るまで意識したことがなかった。私の目から見れば、あなたはとても恵まれている。ベオクとして生まれ、緩やかな身分制度の国で育った。それがとても妬ましい。なんか同じようなセリフをナーシルが言ってたな。俺にはどんなに努力しても、あんたの痛みを理解できないだろうな。けどな、貴族階級とかいう制度を知ったからといって、エリンシアに対する態度を変えられなかったように、あんたが奴隷だったと聞かされても、やっぱり態度を変えられそうにない。あんたはあんただ。そう考えるのは俺の自由だろう。ムアリム、あんたが過去を引きずるのは仕方ないのかもしれない。知れん。だがどんな事情があるのか知らんが、あんたをあんなに慕っているトパックを無理に遠ざけようとするなよ。トパックがあんたと共にいることを選ぶのも、やっぱりあいつの自由なんだ。坊ちゃんを探してきます。神殿の奴らに会うのが辛いなら、俺が行って連れてこようか。いえ、大丈夫。私は鼻が利きますから、ベオクを避けながら、坊ちゃんの匂いを追うことはたやすい。そうか。アイク殿、私を本当に、いえ、これからもよろしくお願いします。こちらこそ、できるだけ長く団にいてくれ。なんとも、考えさせられるお話。ムアリム、どうなんだろう。重量29。あ、モーディの方が重いんだ。ムアリムいいキャラですよね。さあ、出よう。オリバーん家に行くんでしょうね。うん、ここだな。ヘイ、かなり厳重に警備されています。内部に入り込むまでは成功で行くのが良いでしょう。止まれ。なんだお前たちは。ここの館は元老院議員タナス公爵様のものなるぞ。俺はグレル傭兵団のアイク。ベグニオン紳士の命でタナス公爵にかかっている嫌疑について取り調べに来た。紳士様の、しばらく待ってこれ。じゃあお兄ちゃん、私たちはこっそり外側から調べてみるね。頼む。任せて。いざという時は女の方が何かと言い抜けできるから、さあミスト行きましょう。うん。二手に分かれるのか。あ、出た。神様の、御使いというのは、その方か。ここに紳士の書状がある。確かに。本物のようじゃな。して、私にかかっている嫌疑とは一体何じゃ。紳士の代理人に対し、門前で立ち話させるおつもりですか。いえ、そんな、めっそうもない。中へどうぞ。オリバンチ一回行ったことあるよな、確かな。暁で。なかったっけ。ほうほう。なるほど。私にそのような権威が。ほうほう。身に覚えがないと言い張るのか。屋敷中隅々までお見せした通りじゃ。どこにもラグズの姿など見当たらなかったであろう。それは確かに。とんだ疑いをかけられたものじゃ。このオリバーが、ラグズの奴隷解放令に違反しているなどと。神様にきちんとお伝えしてくれ。タナスコ・オリバーは、清廉潔白だと。この清く美しい瞳に不正の限りなど見えぬであろう。瞳がねえんだけど。全然目がちっちゃい。ノーノーと、やめろ、そんなに顔近づけるな。仕方ありません。一度退いた方が良さそうですね。ほら、待たぬか。誰だ。ミスト。お兄ちゃん。ミスト、どうした。この館の一番上の方の部屋、超欲族の人がいたよ。窓から飛び出そうとしてたけど、なんか無理やり部屋に連れ戻されちゃった。何を申すのじゃ、この小娘め。超欲族ですか。他に特徴は。髪が長いの。こう、キラキラーって金髪でね。
肌なんか透けるように白くって、あと羽も真っ白だったよ。間違いないかティアマト。ええ、私も見たわ。ではこの屋敷にいるのは詐欺の民ということですね。武家によると白羽を持つのは詐欺の王族だけですから。どうやら俺たちが見てない部屋があるようだな。どうする、おとなしく案内するか。衛兵、こいつらを始末せよ。一人も生かして返すでないぞ。やっぱりそう来るか。みんな入ってこい。あ、ここ知ってる、このマップ。あれでもちょっと違う、若干違うぞ。まあこういうマップがですね、暁にあるんですよ。最後の方だけど。あ、ダラハウ、キマーシ、オリバー様の館を荒らす不審不心得ども者どもが我が槍のサビとなれ。ダラハウって誰？ウハラダじゃねえのか。ダラハウ、ハルバーディアか。貫きの槍、もうアーマーどころかジェネラルもいねえんだよ。どうしよう、結構強いな。あ、でも高速落ちしてるぞこれ。あー、制圧か。リライブ、宝があるね、宝がある。あれ、盗賊はいないのか。盗賊いない感じかなこれ。じゃあ安心して宝は盗めるか。ヨファーミスト、イレース、キルロイ、ティアマト、ジル、フォルカ、マーシャ、ワユが入れれない。まあ以下レベル15だし、イレース、オスカー、ネフェニー、こんないいかなこれで。でまず最初、これは1、2、3、4、5、4つか。剣士がいっぱいいるな。槍、ヨファー、こう待ち構えていた方がいいかな。斧、最初はでも待ち構え作戦でいくか、おびき寄せ作戦でいくか。そうしましょうかね。よし、では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。